武蔵カントリークラブは埼玉県入間市大座小屋田に事務所がある株主会員制で運営するゴルフ場入間市大座小屋田に豊岡コース狭山市大座支えに支えコースのゴルフ場がある埼玉県川越から入間川と山岳信仰で有名な大山への道を行くと武蔵の特有の広大な雑木の平地林が広がる1958年頃 大木建設株式会社は、その平地林に36ホール規模のゴルフ場用地を、すでに買収済みだった。同年3月、小松五郎守は、大木建設から、入間郡武蔵町4月21日、株式会社毎日新聞社の高石慎五郎が、発起人の代表となり、各界の幹部らによる建設に向けた準備が開始され、株式会社武蔵カントリークラブが創立され、 社長は、大木建設の大木定介が就任した。同年4月30日、任意団体としてのクラブを結成。理事長に、高石慎五郎以下、石井光次郎、佐藤紀一郎など名門クラブの理事長が並んだ。理事会において、コース設計は、井上誠一に依頼する正会員を株式会員として募集することが決定された。豊岡コースの造成工事は着工され、 クラブハウスの設計をレイモンド設計事務所に依頼された。1958年11月20日、ササイコースの建設計画が開始され、コース設計は豊岡コースと同じ井上誠一に依頼された。1959年4月7日、ササイコースの造成工事とクラブハウスの建設工事が着工された。1959年7月12日、 豊岡コースが完成し開場された。同年11月20日、ササイコースが完成し開場された。武蔵カントリークラブの豊岡コースとササイコースは、コース設計家、井上誠一が生涯手掛けた数あるコースの中で、最も評価が高いコースで、コース全体は、フラットな地形に赤松の樹木が連なる武蔵野の面影を残す、林間コースである。 日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本オープンゴルフ選手権競技大会を、豊岡コースで2回、支井コースで1回の開催実績がある。郵便番号358-0026埼玉県、入間市大和雑魚屋田961番地、郵便番号350-1327埼玉県、 鞘山塩技支え412番地。ありがとうございます。